始まりましたプリットチャンネルハロー。本日3月1日、今日新発売になったこちらコーヒーソフト、皆さんおなじみね、この雪印のマーガリンとかのこれのコーヒーバージョンが出るというね、コーヒー牛乳というかこのコーヒーのこれのパンに塗るバージョン。2017年は雪印コーヒー発売55年目を記念してこれができたんじゃないかな。でこれちょっと開けていきましょうかね。皆さん大好きな雪印のコーヒー、いつものやつと似てる。一緒、ちょっとここにねコーヒーって書いてあるけど、お開けまーす。オープン。わっ、コーヒーの色してる。ちょっとあ、モカみたいな。うん、匂いもコーヒー。じゃあ早速食パンに塗って食べていきたいと思います。はい、できた。焼き上がりました。塗ります。うーわ、いい音。いただきます。あ、もう溶けてる溶けてる溶けてる。いただきます。うまっ。これは考えたね。コーヒーの香りがして、でコーヒーの甘さがあるんだけど、その後にマーガリン特有のしょっぱい感じがその後にパッときて、そのコーヒーの甘さがやっぱ引き立つ。マーガリンの油っぽくてしょっぱい感じがこのコーヒーの味と甘さに合う。これうまいんだけど、これ普通のマーガリンもう食えなくなると思いますよ。これ子供とかめっちゃ好きですよ。これでもカロリー気になるね。これ 10g あたり65カロリーで、これ 140g だから700ぐらい。これ全部でたっぷりつけるわ。もううーほらほら、うわめっちゃうまい。めっちゃうまい。食ってないけどわかんないけど、半分に折ってホットサンドみたいにして食う。うまっ。コーヒークリームみたいな感じにもあるね。うん、これうまい。毎朝食いたい。ネットで調べたところによると、カステラにつけて食べるとさらに美味しい。カステラちょっとね試してみたいなと。あ、カステラだけでもうまそうだよ。こういう感じでちょっと食いたいと思います。こういう洋菓子はありそうだけど、合うか合わないかって言ったらそんな合わない。カステラの味がちょっと濃いから、コーヒーソフトの良さがちょっとなくなってる。やっぱ食パンとかそういうノーマルなパンにつけて食べた方が、このコーヒーソフトの良さが美味しいっていうのがめちゃくちゃ伝わると思います。皆さんぜひやってみてください。雪印コーヒーソフトめちゃうまでした。絶対に皆さん買うべきです。これ太らないように気をつけろよ。それではチャンネル登録よろしくどうぞ。今日は単純にコストコで買ってきた商品を紹介する。